日本大学高等学校、中学校は神奈川県横浜市港北区にある日本大学付属の私立中学校、高等学校である。1930年に日本大学の付属校として創設され、戦前は日本大学第4中学校、日本大学第4商業学校と称した。戦後の新生中学校、高等学校移行の際、旧生の第一中学校、 第2中学校、第3中学校が独立したため、筆頭付属であるとの意識が強い付属である。名称には地名を入れていない。後に記述するが、日大日吉という名称は正式なものではない。山岡万之助日本大学三大総長、法学博士、元貴族院議員、元東京弁護士会会長、岡島優山名久志さん法学博士。 富田寺志子綾木日本大学四大総長、経済学博士。斉藤博士昭和24年は、事務取扱い。吉野良太杉山伊夫法学博士。稲垣正明法学博士。中山義正宮島義高、加藤茂穂積周一堀米武広鈴木富康。埼玉文也井上厚尾久保木文夫、日本大学高等学校の卒業生。 秋元三雄の座は拓央る間広志高田村隆史。ありがとうございます。